おはようございます。千歳駅に来ています。今日は西口が工事中ですので、久々に東口に来てみました。今年も新そばの季節がやってまいりました。今日はそばどころ新徳へ向けて出発したいと思います。まずは千歳駅東口を右折して南に向かいまして、まっすぐ向かいます。これから道東道千歳東インターを目指して走っていきます。ここを左折してまっすぐ行きますと千歳東インターに着くことができます。前回は夕張へメロンを食べに行ったのですが、今回は新徳に向かいます。ちょうど帯広の西側にあたります。高速を利用しまして約2時間くらいでしょうか。夕張に向かった時と同様に右側の帯広方面へ向かっていきます。今回はそばを食べるということで、お腹の限界まで食べたいと思います。まもなく前回行きました夕張インター、ここは通過していきます。向川穂別インターを通過していきます。向川といえばシシャモですが、シシャモの漁獲量が大変減っておりましたので、今年は行かないことにしました。まもなくシムカップ富良野インター。これでシムカップと読みます。今トマムインターを通過したところです。今年はエルニーニョで暖冬が予想されているようですが、トマムはスキー場でありますので雪不足が心配されますが、どうなんでしょうね。左側には雄大な十勝平野が見えてきました。もうだいぶ紅葉も進んで見ごろになってきましたが、今年は紅葉の綺麗な場所へ行っていないような気がしますが、もうそろそろ終わりでしょうかね。まもなく十勝清水新徳インター出口です。ここを降りて新徳町へ向かっていきます。
この T 字路を右折しまして、まずは清水町を目指していきます。清水町の市街地に入りまして、この交差点を左折してまっすぐ行きますと、新得町に到着することができます。国道をまっすぐ走りまして、今からここを左折して、あとはまっすぐ行きますと新得町の駅前へ着くことができます。まもなく新得駅に到着です。この信号のある交差点の左側が新得駅となっております。新得駅にあります北駐車場に駐車して歩いていきます。新得駅に到着しましたが、こちらも工事をしているようです。ご覧のように蕎麦屋が早くも見えています。ここは駅のすぐそばにあります蕎麦屋さんです。ここは太麺のそばに香りのいい海苔が乗っていまして、天ぷらはししとうまいたけ、あと鶏はこれささみでしょうか、柔らかくて食べやすい天ぷらです。2軒目はこちらのお店です。新得駅から東へ少し歩いたところにあるお店です。麺は細打ちで、温かいつゆには地鶏を使っているそうです。3軒目は、新得ではなくて清水町にあるお店なのですが、こちらではぶっかけそばとごぼう天のセットを注文しました。ごぼう天がホクホクして癖もなく非常に美味しいごぼう天でした。そばは細切りでやや固めに茹でてある、甘さと香りを楽しめるそばでした。お腹いっぱいになりましたので、ちょっと休憩して帰りたいと思います。ここは十勝清水新得インターを出てすぐそばにあります公園で、何やら小さな池がある公園です。清水公園というところです。池には鯉がたくさんいるようです。池の中心に島のようなものがありまして、ここを橋で渡ることができます。
今回は前回のメロン夕張に続きまして、そばを食べに新徳へ来たのですが、また美味しいものがありましたらどこかに出かけて食べに行きたいと思います。鯉が口をパクパク開けていまして、餌付けされているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。